ラジオイレブン。フジゼロックススーパーカップ直前、ガンバ大阪、イエーイ、イエーイ、始まりました。今回ガンバ大阪特集会ということで、はい、はい、いつも通りあの瀬尾司大先生と、はい、吉木社長と富崎との3人でお送りするということなんですけどね、はい、はいはいはい、やっていきましょうよ、ガンバ、はい、前回のエスパルスに引き続きね、J リーグ始まる直前ということで、ガンバを今回やっていくんですけど、いやもうあれですよね、実はというかゼロックススーパーカップが近いですよね。そうです、もうね、今週の土曜日にはゼロックススーパーカップがあるということで、そちらに向けてやっていけたらなということで、はい、はい、で実は僕はガンバ大阪の大ファンでして、で、うんうん、関西のローカルでガンバ TV という、うん、はいはい、番組があって、うん、で、はい、実はそこに僕出演したこともあって本当に、はい、僕がまだ小3か小4ぐらいの時に普通にガンバのファンだったね、スタジアムに行ってたんですよね、はいはい、でその時にガンバ TV のスタッフの人に声をかけられて、おで、なんかその選手のインタビューみたいなのをなんかその、はいはい、僕とその弟になんかしてほしいみたいな、へ、うんうん、はい、っていうのがあって、はい、一度だけ出演したことがあるっていう感じで、それはなんてインタビューしたん？その当時所属していた佐々木選手っていう、ああの小柄のね、はい、スピードのドリブラーの選手が、いはい、好きだったよ俺を、あ、好きですか、その選手がいて、うん、でその選手に、佐々木選手に質問です、どうしたらそんなにドリブルが上手くなれるんですか、かわいい質問だね、はい、そしたら即答で朝練ですって答えました、え、あ、そのオンエアで、そうそうです、朝練、はい、朝練でお父さんにコーンを置いてもらってずっとドリブルしてたみたいな、そうなんだ、はい、ちゃんとやった朝練、うん、全然できませんでした。だからプロになれませんでした。はい、残念でした。ちょっとその当時の先と少年には響かずということで。はい、はい、っていう感じでね、一応僕はガンバの大ファンということで、はいはい、今回はね、僕がガンバを今シーズンどうなっていくかっていうのをちょっと紹介しながらみんなで話していけたらなというふうに、はい、楽しみですね。はい、で、はい、今シーズンのガンバ、昨シーズンと変わる点が、大きく変わる点が一つあって。はいはい。それがガンバ大阪、今まで J3 にも、ガンバ大阪 U23 っていうのを。はい、ありましたね。はい、あったんですけど、それが今シーズンからなくなるということで。あー、なるほど。はい、実はあれがあることによって、はいはい、若手の育成とかができて。うんうんうん、そうだよね。はい、堂安選手とか、うん、メシの選手とか中村敬斗選手みたいな選手を海外に輩出したりとか、ね、うん、そういうのもあったんですけど、それが今シーズンからなくなるっていう大きい変化があることによって、ちょっと放出がかなり多くなってるなっていう印象が、はいはい、確かにね、はい、若手選手を結構放出してるイメージはありますよ、レンタルだとか、そうなんです、うん、はい、って言ったところで、ちょっとじゃあまず放出する選手からちょっとずつ見ていこうかなって思います。まずもともとレンタルで放出されてて、そこが延長になっているっていう選手が何人かいて、はいはいはい、でそれがまず遠藤選手、はい、あ、はい、やっとさんですね、ジュビロね、はい、レンタル移籍の延長、遠藤選手はやっぱいてほしいの、ガンバ的には。まあサポーター目線からするとやっぱりクラブのアイコンではあるし、うん、まあやっぱりいてほしいなっていうのはそれはもちろんあります、うん、ただ実際試合に絡んでたかっていうと、
まあ、途中から出て流れを変えるとかはすごいあったんですけど、うんうん、スタメンから出て、もう絶対的な軸かって言われるとちょっとずつ微妙にはなりつつあったりして、なるほどなるほど、はいはい、他で言うと、谷晃生選手、はい、有望なキーパーですね、ゴールキーパーですね、はい、湘南にレンタル移籍が延長ということで、はいはいはい、まああとサクサクっていくと他で言うと、高江選手、高選手、はい、一丸選手、はい、高木選手、一丸高木、はい、いや、こういったねガンバを担うと思われている選手たちじゃないですか。いやそうなんですよね、もう東京五輪世代ですごい有望な選手が、ね、もうちょっと、完全移籍という形で放出となりました、うん、僕なんかは一丸選手結構好きでしたよ。どういうところが好きでした。まあなんか遠藤の後を継ぐ存在みたいな、結構ね、うんうんうん、裁けるしみたいなイメージあったけど、やっぱあんまり良くなかったのかな最終的には。まあ確かにパスセンスとかすごいものを持ってて、ユース時代は大活躍っていう印象があったんですけど、うん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 、なかなかトップには絡めなかったなっていう、なるほど、その印象はありますね、はい。瀬尾くんとかは注目してこの中でなんか注目してた選手とかいますか。いや、まあ、それこそかぶっちゃうけど一丸選手なんかは、はいはい、本当にユース時代なんか最強世代とも言われるぐらい、すんごい成績を残してのトップ昇格やったんで、まあ、それでも活躍できないというか、そのトップチーム定着できないのかっていうのは、まあ何ですか、意外と言ったらあれですけど驚きでしたね。まあでもね J2 で経験積んでまたこう、うんうん、ステップアップしてきてほしいですよね。そうですね、はい、そう、そう、最強世代って言われてたんが、一丸選手、高木選手、それから今ヴィッセルの初瀬選手がいて、はいはいはい、でその一個下に堂安、メシノみたいな選手がいた。一個下なんだそこが、はい、かなり強力なメンバーがいたって、はいはい、って感じで、でまあ他にも若い選手がかなりいっぱい放出されてって感じで、うん、でそれにプラスして、トップチームの、核となってた選手でいうと、渡辺一馬選手、はいはい、それからアデミウソン選手、アデミウソン、ね、まあ、アデミウソン選手は、はい、いろいろあって、はい、いろいろあってね、まあ、ね、いろいろあってね、はい、アデミウソン選手のちょっと話なんですけど、はいはい、まあ、朝まで多分飲んでて飲酒運転みたいな形で事故を起こしちゃってっていう感じでなったと思うんですけど、うん、はいはい、僕実はちょっと前、ちょっと前になんか難波で飲んでて、それこそ、はい、そしてクラブの近くら辺でアデミウソンと会って写真を撮ってもらったんですけど、多分もうその頃からもうやってたんで、あ、はい、まあやってそうではあるかな、はい、うん、もしかしたら常習犯やったっていう、まあ分かんないですけどね、うん、はい、っていうところあったりっていう、まあって感じでちょっとフォワードも抜けたっていう感じです、うんうん、なるほどね、はい、そんな中補強した選手たちをちょっと見ていこうかなと思うんですけど、はい、はいはい、まずその抜けたって言っていたフォワードのところにまず一人目がレアンドロ・ペレラ選手、はい、うん、はい、こちら松本山雅から、ね、そうです、松本山雅から一応広島にレンタルっていう形でいて、はいはい、昨シーズン広島で15ゴール上げていると、うん、かなり結果残してますね、はい、J リーグで結果残してる選手を獲得しました。どうですかこの選手の印象とか。そうです、タイプ的には広島ドーグラス・ビエイラ選手いましたけど、ビエイラ選手ともちょっと違うタイプの選手ですよね、うん、こう、はいはい、まあザ・センターフォワードというか高さがあって、うん、まあでも足元もあって決定力があるっていうイメージはありますけど、まあ、ガンバには結構合うんじゃないですか、はい、いや確かにな、万能かつなんかフォワードとしてのなんかそのいやらしさっていうか、
結構僕のイメージなんですけど、ワンタッチツータッチでのゴールが多いなっていうのが、結構プレー集とかを見ていると感じたんで、だからなんかしっかり最後のゴール奪いたい欲しい時に決めてくれるんじゃないかなっていう、すごい期待はしてるんですけど。いや、パトリックとペレイラ強力だな。強力やん。そうですね、確かに高身長で、はいはい、競り合いも強くて、まあ、相手チームからすると怖いフォワードが入ったなっていう、はい、まあ、まずこの選手を獲得しましたと。で、はいはい、そしてフォワードもう一人、チアゴ・アウベス選手出ました、問題児。いや、ちょっとこのチアゴ・アウベス選手に関してはね、あの吉木社長にちょっと聞きたいんですけど、はいはい、どうですかこの選手の印象は。まあ、そう、エスパルスにいましたからね、チアゴ・アウベス選手は。そうなんや。はい、まあ一言で言っちゃえばもう100か0かみたいな選手ですね。っていうのはどういうことですか。この選手はね、もうすっごい飛び道具持ってますから、スピードもあるし、はいはいはい、スピードもあるし、キックもめちゃくちゃうまいし、パンチ力あるし、で決定力もあるし、まあ、はい、もう特にねシュートがめちゃくちゃうまいしね。確かになんかミドルシュートとか決めてるイメージがありますね。いや、そう、でもね本当に守備ができない。そういうタイプか。そうね、そうだね、守備できないっていうか、まあ、しない、に近いかな。でプラスこうあんまりこう連携とかは得意ではないというか、自分で突破してって孤立してしまうみたいなシーンは結構あって、まあそれでなんかこう取られそうになったらズデンってマリシャで倒れてファールもらえないみたいなシーンが結構こうエスパルスの時は、まあエスパルスのチーム状況もあったんですけど、まあ、そういうプレーが目立ちましたね。あ、なるほど。あ、なんか一応サイドとかでの起用みたいなのも、まあ、はいはい、もしかしたら考えてるんじゃないかみたいな報道はあったんですけど、サイドやとちょっと守備が厳しいっていう感じですか。いやー、無理じゃないですか。例えば4-4-2 とかでサイドをやるとかってなったら結構厳しいと思いますよ。いや、そうか、なるほど、うん、なるほど。だからエスパルスの時は 4-4-2 でもフォワードをやってましたね。いや、なるほど、確かに。まあ、ただサイドはちょっと厳しい。こう、はい、才能はめちゃくちゃあるので、まあ、使い方次第とか、こう彼のを生かし方次第ではもうすごい飛び道具にはなるとは思いますよ。いや、結構村みたいなのもあったりするって感じですか。いや、基本的にもう技術は常にある。あ、それはちょっといいですね。あんなキックが上手い選手はそうそういないね。へえ、もう彼のコーナーキックなんか注目してほしいですよ。めちゃくちゃ速くて鋭いピンポイントのコーナーキック飛んできますから。へえ、ガンバは結構コーナーキックとか中はセットプレーの時の中は強いんで、確かにそこはちょっと期待できますね。いや、そうですね、はい、なるほど。まあ、ちなみにこのチアゴ・アウベス選手についてなんですけど、はいはい、キャンプ中のちょっとインタビューを受けた記事で言ってたのが、はいはい、ちょっとガンバに来て選手のレベルの高さに驚いたっていう。へえ、はい、やっぱりビッグクラブだなっていうのは言ってました、チアゴ・アウベス選手。まあ、エスパルストスと来てますから、さすがにちょっと上がるでしょうと、はい、はい、っていうので、まあちょっとまずガンバサポーターの心をわしづかみにするというのを、はい、チアゴ・アウベス選手はまずは成し遂げたという感じですね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、フォワードレアンドロ・ペレイラ選手、チアゴ・アウベス選手っていう、まあ、かなり強力なブラジル人アタッカーを獲得したということで、はい、はいはい、楽しみです。さあ、そしてフォワードもう一人、実はまあ来たというよりは戻ってきた、帰ってきたという印象が強いかもしれないですけど、一味選手、はいはい、この選手が横浜 FC からレンタル満了ということで帰ってまいりました。
はいはい、一味選手。須田君イメージありますか？去年のシーズンはあんまり横浜 FC 見れてなかったんですけど、その前のシーズン京都サンガの試合を結構見てて、はいはい、で一味選手、はい、フォワードで出てて、はいはい、ですかね、はい、結構無理が効くって言ったらあれですけど、多少厳しいボールでもなんとか収めてってところで結構貢献してたんで、うん、やっとガンバ帰ってきたかって感じですね。無理が効く、うん、まあイメージで言うとスアレスみたいな感じですか、無理が効くっていうと、なんていうんですかね、結構しっかり体張れて、2列目生かしたりとか、でちゃんと自分もゴール前絡んでいけるっていうのでいい選手やなと思ってたんですけど、で結構なんか身長があるからターゲットマン的なイメージ持たれるんですけど、なんか意外とサイドに流れたりとかしてボール引き出したりとかもしますよね。ドリブルが上手かったりして結構できることの幅が広い選手やなっていう印象ですね。なるほど、でしかもこの選手実はもうすでに確か結婚してんのかな、彼女かな、わかんないですけど、はいはい、結構そのお嫁さん奥さんか、まあ、彼女がちょっとまだ微妙なんですけど結構厳しいらしくて、だからなんかだからプライベートでは意外と遊ばなかったりとかするらしくて、だそういった面ではあんまり不安はないのかなっていう不安ね、最近問題になってますからね、いろいろ、うん埼玉あたりで、はい、埼玉あたりで、あとなんか一味選手高校は大津高校っていうね、まあ熊本の名門の高校の出身なんですけど、はいはい、その時になんかもうとりあえず体を大きくしたいっていうので、なんかプロテインを飲めって言われて、うん、で、はいはい、その時もまあ一味選手あんま分かんない、賢くないのか分かんないですけど、まあ、なんかもう、はいはい、とりあえずもう 毎日練習終わったら3倍プロテインを飲むっていうのをやってたらしくて、はい、っていう、はい、そんな実は逸話もあって、はい、なんでかなり素直で、まあ、真面目な選手っていう印象を受けます、うん、おー、なんか印象がつきましたね結構今ので、はいや、ちょっと注目してみたいです一味選手も、はい、はい、ぜひともお願いします。まあ、それから、まあ、ちょっとここからちょっと省略って感じなんですけど、あとは林選手ゴールキーパーが、はいはい、復帰、こちらも復帰、山口から期限付き移籍満了ということで復帰、はい、それから、明治大学からディフェンダーの佐藤選手という選手が、まあまあ身長もあって、はい、で、来た理由として三浦選手とか庄司選手、キム・ヨンゴン選手っていう代表クラスの選手がいる中で、スタメンを取って、はいはい、日本代表にも入りたいっていうかなり意欲的な選手が入ってくれたと。いいですね、はい、まあ、っていう感じで、まあ、ガンバ一応今のところの補強はこんな感じだと思うんですけど、実はもう一人大物がいて、こちらが FC ソウルからやってきましたチュセジュン選手です。あら、韓国人、はい、こちらなんと韓国代表の中盤でプレーしている選手なんですけど、どうですか、知ってますか、中世純選手。いやー、ごめんなさい、あんまりわかんないな。韓国代表で出てる選手なんですか。はい、実際にアンカーとか、まあ、ボランチでプレーしている選手です。なんか韓国代表なんで来るんですか、ガンバに。あー、なんで、まあけどやっぱ評判みたいなのはあるんじゃないですか。けどやっぱりよく報道とかで出るのは誰々に誘われてみたいな。だそれこそ、オジェソク選手がいた頃はオジェソク選手に誘われてとか、はいはいはい、ファン・ウィジョ選手がいた頃はファン・ウィジョ選手に誘われてみたいな。いや、いい韓国の選手はいっぱいいますよね、頑張って。そうですね、常にキム・ヨンゴン選手もそれこそ韓国代表のキャプテンを務めるような選手で、ね、かなり韓国代表の、はい、スター選手が揃ってるなっていう感じです、うんうん、ちなみにどういう選手なんですか。プレーについて説明すると、はいはい、かなりまあ中盤でさばけるタイプの選手で、はいはいはい、まあ、だからポスト遠藤にもなりうるし、
ほうほう。で結構まあアンカーとして散らすのもできつつ、結構高い位置でラストパスみたいなのも出せたりとか、はいはい、かなり攻撃的な前目の選手っていう感じで、うん、はい、でプラスしていい補強なんじゃないですかガンバからしたら。いやすごくいい補強ですね。でガンバにあの山本裕樹っていう中盤の選手がいるんですけど、はい、注目してますよ山本選手。彼がはい昨シーズンねあの1年目ながらかなり出場してた選手なんですけど、ね、はいはい、彼が言ってたのはあの山本裕樹選手自身とチュセジュン選手はかなりプレースタイル的には似てるっていう風には言っていて、へえなるほど、はい、だからそこの争いだみたいな言ってて、まあ、だからなんかちょっと近いプレースタイルを想像してもらえたらいいのかなっていうふうに思います。はい、はい、なるほど。後編に続きます。ラージオイレブン。